マルトレーナーのくまちゃんですくまちゃんです。やべえ、何にも前が見えない何にも見えない。映ってんのかこれ今。ちょっとちゃんとできてるこれちゃんと顔映ってるのじゃこれ。今回ですね、この大きなクマのぬいぐるみを、着ぐるみに改造いたしました。はい、で新作ショーで使う予定なんですけれども、こちらのクマちゃんの着ぐるみせっかく作ったんで、カイくん、ルートくんをびっくりさせたいと思います。安直ですなもう考えることが安直でございますよ。大きいぬいぐるみがこう部屋に入ってきたらあって、でそれが急に動き出したら、カイくん、ルートくんがどんな反応するんでしょうか。もう至極シンプルなドッキリでございます。カイくんがね、もういろんなことに慣れ散らかしやがってるんで、ちょっとそこだけ不安なんですけれども、ちょっとお猿さんに見せていこうかなと思っております。あっつ、あっつや、あっついな。てかこれ何も見えないのが一番怖いな。ちょっとまあなんとかなるでしょどうもこんにちは。まだ早いし、どんどんすげえ早いな。どうもこんにちはであげんの違う、じゃあルーちゃんのターンがあるから大丈夫。どうもこんにちは。早いし、なんでよアニマルトレーナーの黒田とであげるのはまだわかる。じゃあ違うんだけどね。どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と世界一可愛い日本猿のルートくんでーす。頑張っていきましょうね。デリタデリ動いじゃん、これがデリタデリ動いじゃん。まったくもうはい、というわけでちょっとね、ルーちゃんにね見せたいものがあるんですよね。なんでちょっと今日は一旦部屋の外で待っててくださいね。でまたお呼びしますんでね、嫌な予感してる。お呼びしますん でその時にちょっとまた僕のね、ちょっと見せたいものの様子を見に来てくれたらなと思っております。はい、じゃあちょっと一旦部屋の外に出ましょう。デリコイちゃんおいで。ちょっと一旦寝といていただいて、向こう行っといて、待っててよ、そこ待っててよ、ちょっと待っててよ、待っててよ。ルイちゃんおいで。おい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 、くまちゃんです。閉めちゃおう。おいで、くまちゃんだよ。おいで。おいで。くまちゃんだよ。くまちゃんだよ。ちって。くまちゃんだよ。ちって。見逃されるがままだな。くまちゃんでーす。わうわ、わうわ、わうわ、ふぅふぅ。わうわ、わうわ、わうわ、ふぅふぅ。平気になってる、もしかして。え、平気なの？やったー！やってる？気をつける。やったー！気をつける。で、そう、あー！あー！気が取れたよ。手が取れ、返してくれる。返してくれるのよ。こばれてるね、これは完全に。バー！バー！で、おいちゃん！あれ、で、おいちゃん、おいちゃん、おいちゃん！当然だったよ、ちっ当然だった、かわいかった、当たり前のかわいい反応だったけど、なんと。なんかちゃんとね、ちゃんと興味、こっちに興味持って、なんなのポーズそれ。迷ったよ、つって。興味を持って結構ね、触りに来てくれたりとかして、最初はびっくりしたけど、なんかこう声とか雰囲気とかで、父ちゃんだとわかると。素晴らしい。成長です、これは。ね。完全にりゅうちゃんがドッキリ慣れしてきてる。でぐちゃん、偉かったでぐちゃん、肉球で触られても大丈夫で、でぐちゃん、かわいいかわいい。かわいいでぐちゃん、こんなになんか安らかな感じ。これはちょっと、でもカイくんの方がこれわけわかってると思うから、ちょっとね、どういう感じなんだろうな。なんなのそれ、もうちょいね。おいで。カイくんの方がね、でも分かったよ。ちょっと不安だったのに。カイくんの方がこれドッキリに慣れてるから、ね、だからルートくんよりもなんかこう新鮮味のない反応のような気がするんですけど、カイくんにもやってみましょう。はい、
どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と世界一可愛い日本ザルのカイくんでーす。頑張っていきましょうね。はい、ちょっとですね、カイくんに見せたいものがあるんでございますよ。案の定、ちょっと僕がこう休もうとすると一緒に休もうとするの賢くね。もういいのかっつって、ちょっとカイくんに見せたいものがあるんでございますよね。で、ちょっと例によってちょっと向こうで待ってていただいて、分かった人。はい素晴らしい、物分かりがよろしいこくて。じゃあちょっと向こうに待っていて、向こうで。はい、向こうで待っといて、待っといて、待っといてよ。覗いたりしちゃダメよ、そのままよ。はい、おいで。うわぁ、はい、すいませんでした瞬殺がすぎるやろね瞬殺がすぎるやろこれ。ちょっと一回、ちょっと一回確認していい、動画確認していい初手でこれ脱がしにかかってるじゃんすげえなピキーンっていうか、完全に自分でしてやったのが分かってるわっていうか、ピキーンって言いましたね強すぎるでしょ。こうなんか手のこの感じとか怖くないこれ、ほらこれ全然じゃん、全然取れやみたいな全然怖くない、これはわね、どうしようマジかよ。いや強すぎるって、それはいやもうかぶろうとしてる、かぶってかぶって、おおじゃあ危ない最初ちょっと首もげそうだったけど、今すげちゃんとかぶりました、かぶりました、イエイもういい感じで、すげちゃんとかぶろうとする、ちょっとかぶしてあげようか全部入っちゃうちょっとね、僕ね、でももう一個やってみたいことがあるんですよ。むしろこっちがメインだったと言っても過言ではない、これは。はい、そうですね、カイくんもクマちゃんになれるんですね。だからこう、クマの親子になりたいはい、やってみよう。このね、このクマちゃんになるんで、来ていただいて、よいしょっと。で、これもね、完全に前見えてないんですけど、カイくんこれ平気なのマジですごいんですよね。はい、クマの親子です。やった!イェイ!ふぅ、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 もう手を踊ることしかしないかもしれない。ふぅ、こういう YouTuber いたら流行るんじゃない?なんか、立てよ、立て。イェイ、ふぅ、ふぅ、ふぅ、やったー!やったー!イェイ。まあじゃあね、カイさんはさすがでしたということで、最後しっかりと挨拶だけしてもらっていいですか。よくちょっと、はい、おいで。じゃあしっかりと挨拶をして終わりましょう。バイバイ。おいしい、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 いや、その中入ってこないでよおいしい、おいしきがよ、おいしきがよ、父ちゃんって分かってたんだよ、うえ、父ちゃんって分かってたんで、おいしきが、このおいしきが、白熊 VS 熊じゃん、おいしい、白熊 VS 熊やで、おいしきが、ふにょ、おいしきが、いやちょっと待って、ちょっと、それはちょっと待って、それはちょっと待って敗北、敗北はいはい、
こち、めこち、めこち、めこちがよ、めこちがよ、めこち、めこちがよ。